あれいいよ。始めました大チャンネル。今回も、アラさんとまあ一緒に山来てます。当たらんアラさん大丈夫？引っかからないでしなかんな。痛そう。なんで長袖持ってこなかったの？暑いから。本当だ、なんか道変わっ、本当はそっちなんで。あ、そうだよね、倒れとんだ、倒れてそっちから行かないんだけど。怖いわマジで。うん、そっちから行けんって。こっちから行ける。これもうプレデター1やん。え、こんなんだっけ。いや、こんなんじゃないよ。違う違う違う、大回りしてね、いけんだけど。え、これやばい、本当に。あらさん絶賛足が速い毎回毎回来るために山の姿が変わってくるこんな、あらさん、あらさんやられた、やられた、どうもやられたあらさんがなんか呆然としたのおもろいね、これなんか見てよこれ、もう出ちゃってるから領域展開してる展開しすぎだって。もう座ってたよ。いつからこんな情けなくなったこんなもん裸で転がってたの昔だったら。なんか虫怖い。怖いね、だやら怖いよここは。ちょっともう死ぬぞあいつ。どうした？なんだ今いらん。なんだ？うわ、道なくなってる。千と千尋みたいな世界。すごいかかった。昨日やったね。ななっちゃうんだよ。うまいや。そういうことか。そういうこと。うわ、確かに俺ら真夏来てないね。ちょっと交代しよう。あれこれ20キロぐらいあるわ。ダメだ、わー来たね。着きました、ベースキャンプ着きました。もう汗ダックダック、虫の騒音やばい。ということで今日は適当にやってバーベキューメインでやっていきます。夏ダメだ、夏もダメ、夏やばいね。ということで頑張ります。朝頑張ろう。もう原さんそんな華麗につけとるけどさ、もう皮膚出しとる時点で意味ねえんだって。もう何回つけとんの。傷ついてない、大丈夫資金じゃねえよまあいいな、これもうアラさんこいつ映しとるだけでいいな。なんか絵になっちゃうね君。絵になる、絵になる。もうカビ生えとるもん。ちょっといやそれえぐい、箸の方がいいんじゃない。もういや、ここらみんなできた。なんか臭い。何がトング臭い、なんか分からんけど臭い。じゃあ今日の献立お願いします。今日の献立は肉と肉ラクタイが米粉パン、牛乳くだり焼肉これ焼肉リッチに。いいんちゃう、足が熱い、うん、顔熱い。これ長ズボンの方がいい、やっぱり。うん、多少我慢して暑さもそうだけど、暑さは水飲めばまだなんとかなる。怪我はなんともならん。
やっぱトングってすごいね、うん、トング大事ね。火が強すぎんだって。サラサラサラ大地、あれ消えてない？消えてないでしょ、いっぱいつけたんだけど。結果ハットバンド。うわ本当だ、消えてる。なんで？あいつら消しやがった。結界が切れた。結界切れた。領域展開ショーウィンドウ。ショーウィンドウ強そうだね。なんか何でも出せそうじゃん。出せるよ。あーもう一回トング使おうかな、マジで。これやばいぞ、これやばい。あ、熱い熱い塩かけてないよね。熱い、やばい、無理だ。トングいるわ。トングいるか。トング、おお、うまそうじゃないですかそれ。あそこで食べちゃう。もうおお、いいですね。近すぎて軽い。いや痛い。すげえ堪能しとる。美味しいの本当に。食べよう。あ、じゃあもらうわ。まあ、箸もなし。これさ、ちょっと待ってよ、お前。食べるもん、うるさいな、もう。うん、あ、うん。あ、うまい。うまいでしょ。うん。なんか手頃な日だな。お食べ？お食べ？ケンゴ、ケンゴ。ケンゴ。あれ？似てる？なんかいつもケンゴと間違えるよね。やっぱりお前、ケンゴ大好きだ。ここのカメラの前ちょっと言っといた方がいいよ。やっぱり俺お前が必要だ。いや、言えない。言えない。カブト、カブトムシって言ってたや。うん。やっぱ山登りに行こうよ。富士山？ご在所だけ。そんなよくわからん中途半端な山やだ。いやいや、中途半端じゃないって。御在所結構有名だよ。うん。うん。そっから富士山見えるもん。へぇ。三重県。なんでさ、ちょくちょくアタックしてくんだろうね。あ、からん。どうだろう。やばい。領域展開が消えてる。虫が。領域展開。これ危ないやつだ。うん。領域展開鍾乳洞ありそう？はい。ありそう？ありそう。お前行くなよ。絶対腹壊すよ。絶対腹壊すぞ。マジで電波ありすぎて何も送れんね。お前いいじゃん、スマホのことなんか忘れようぜ。一番スマホのっていうか動画のこと気にしとる。動画よ。俺はね、消そうよ動画なんて。作品で、作品喋りたいことも喋れんくなるじゃん。作品って編集するから。ちゃんと悪口言おうぜ。編集するから。転職はどうなったの？え？さっきエージェント来た？いやもうエージェント連絡取ってね。なんで？やっぱりお前もうやる気ないじゃん。あるよ。めんどくさいよな。めんどくさい。けどめんどくさいっていうか、それいくらか払ってんだっけ？払ってない。え？1円も払ってないよ。俺ら1円も払わんよ。会社が払う。うん。採用されたら会社は給料、年収の3分の1だったからな、払わない。そうそう。さっきの自己アピールとか何を？俺できますっていう。私ですか？うん。お前だ。会社をすぐやめません。やめません。もうでも5年ぐらい経った。揺るぎない断固たる決意があります。聞いたことあるね。いや、真剣に考えたことない。いや、真剣に考えろ。そこは。ちょうどいいやつだ。泣いとる。綺麗だね。えぐい。イケボで。綺麗だね。ケンゴさんが何でも起きるか本当解決したよ。だからやっぱ声のトーンだよ。ああ、喋り方がいいかなっとるらしいよ。何の日？どこ情報？うん、ね、ツイッター。ああ。誰がそれ分析してんねん。うまっ。これやばいな。これ一番うまい。前回のやつうまいな、これ。うん。さすがにいいやつ使ってるやつ、買ってるやつは。バナメイエビ？ブラックライダー。マスケ、最近釣り行った？行ってない、全然。
やっぱりな。うん。で、分かった。で、分かったって。今あれだもん。タップ活で忙しいから。タップ活だもん。釣りやった方がいいんじゃない。やれんくなるからね、タップ活しちゃったら。うん。まあそんなさ、女作るよりさ、絶対趣味、こう、謳歌した方が楽しいでしょ。いや、俺、両方欲しいんだ。両方欲しいっつって、ね、失敗したじゃん、両方選ぼうとして。うん。はい、ごちそうさん。じゃあ移動しますか。はい、移動しよう。